鍵開けて中にいるんでしょ今スペア持ってないんだ早く開けてなんで開けてくれないの誰か一緒にいるのなあ 俺さ多少のピッキングだったらできるよ自転車の鍵なくした時傘壊してその一部分のパーツで鍵開けたことあるよ家の鍵も一緒じゃないかなそんなに新しいドアノブじゃないしねここやってみよっか 開かないなうんめんどくさいドア壊しちゃった。 でもお前が悪いんだからななんだその格好どこ行ってたお前今日友達の結婚式って言ってなかったかどうしてそんな男と遊びに行くような格好してるんだなあ俺が買ってあげた服だろうそれそのカバンも お前がいつも履いてる靴も全部俺が買ってやったもんだろ許さないってばそういうのどこへ行ってきたか知らないけどさタバコの匂いがプンプンするなお前ちょっとこっち来い <laughs> くせえよ。 首元からタバコの匂いがプンプンするよどこ行ってきたお前んま巻は巻吸ったお前が急に気分で そうか。大人になったなお前とりあえず臭いからさ脱いでくれる全部葉巻の匂いが染みついてて嫌なんだよ口答えすんな俺が買ってやったもんだろ早く脱げよ見ててやるからさ早くしてくれる そうそう最初から言われた通りやれよ一応聞いとくけどさどこ行ってた居酒屋誰と同僚うーん。 結婚式ではなかったんだまあいいけどこれ以上お前の話聞いてると余計にイライラしてきそう「はいタラタラしないでとっとと脱ぐ」まずもうお前俺に嘘ついてんだからさお仕置きされてもしょうがないよな「縛ってやるから手をよこせ」 早く前に出せもう言い訳はいいから早く前に出せイライラしてきたさっきから黙って聞いてれば好き放題言いやがって一つも本当のこと言ってねえなお前 <coughs> あほら遅い早く手貸せよ。 思いっきり縛ってやったよ。お前今日は覚悟しとけよ。いつもの俺じゃねえからな。今日はな、お前がお前じゃなくなるまで、お仕置きしてやるよ。なんだどうした言い訳か今日真実を一つも喋ってないお前から。 俺が何を聞けって言うんだんうまかった初めて吸ったえー、何の銘柄吸ったどこの銘柄吸ったか言ってみろって言ってんだよ。 嘘つくなよさっきからお前のカバンから見えてんだよあれはハマキじゃねえよ黒くて太いからハマキに見えるだけだついでに言うとなあのタバコはなその辺のコンビニとか自販機で売ってねえんだよ今日初めてタバコ吸うお前が なんであんなもん持ってんだなあ残念ながらあれはクロート向けのタバコだ <laughs> 特にお前が持ってる種類のやつは男すかすはねえよまた嘘ついちゃったねお前 何回ついてんの今日なあ俺こっち見ろ顎上げろって言われなくてもやれよ俺が怒ってんだからさ少しは気使えって男と寝てきたなお前 違うまたそうやって嘘つくのかお前はこんな柔らかい頬して無邪気な顔して好き勝手ほっつき歩きやがって。 どんだけお前のことを囲ってもなかなか言うこと聞いてくれないな別にさ年がら年中拘束してるわけじゃないじゃんいつもいつもお前のことを囲ってるわけじゃないじゃんひとたびお仕置きになれるとまたいたずらするからなまあ他の男と寝たかどうかは知らないけどさ どっちにしてもムカついたから今日はいつもの俺じゃないよ今夜のお仕置きは体で覚えさせてあげる一生忘れないものにしてやるよさあ残りのものも脱ごうか始めようぜ